ヘンリー・スティール・オールコット。ヘンリー・スティール・オールコット。ヘンリー・スティール・オールコット。1832年8月2日から1907年2月14日はアメリカ生まれ。新知学協会の創始者の一人で最初の会長。プロテスタント仏教の始まりに影響を与えた。仏教との公式の対話を行った最初の欧米人として有名である。 新知学協会の初代会長として仏教学の新たなページを開くことに貢献した。スリランカではこの活動によって尊敬されている。西欧的科学的な見方で仏教を翻訳したことにより仏教の近代化に大きく貢献した。オルコットはプロテスタントの世界で生まれ育ちながらも19世紀のスリランカ仏教改革への唯一の貢献者と言える。オルコットは スリランカ人より独立闘争における英雄の一人であり、現在の宗教王、国家と文化再生の開拓者であるとみなされている。より熱心な崇拝者からは、オルコットは紀元前三世紀のアショウカ王の生まれ変わりとも、シャクソンその人の生まれ変わりとも考えられている。オルコットは1832年にニュージャージー州のオレンジで生まれた、六人兄弟の長男。 父は、長老派協会のビジネスマンである、ヘンリー・ウェイコフ・オルコット、母は、エミリー・スティール・オルコット。子供時代には、父親のニュージャージの農園で育っている。10代には、ニューヨーク市の大学で学び、次に、コロンビア大学で学んだ。ここで、1851年に、父が事業で失敗するまで、有名人が集まる会として、 有名な西安ソニーホール友好会に加わっていた。父が資金援助できなくなったために大学を辞めざるを得なくなった。1860年にニューヨーク市ニューロッシュルの三位一体協会の教区牧師の娘であるメリー・エップリー・モーガンと結婚した。二人の間には四人の子供が生まれたが、そのうち二人は幼くして亡くなっている。オルコットは 1858年から1860年までニューヨークトリビューン氏とマークレインエクスプレス氏の農業支援を務めた。字に様々な話題について記事を書いた。また彼の家計についての本を出版した。その中で彼の祖先は1636年にコネティカット州ハートホールドの創始者の一人であるトマス・オルコットにまで遡れるとした。 南北戦争の時、アメリカ陸軍に勤め、その後、ニューヨーク市軍事局の特別委員に選ばれた。後に大佐にまで昇進し、ワシントン特別市の海軍局に移動した。彼は重要視され、1868年にリンカーン大統領が暗殺された時には、その調査に協力するに至った。1868年には、詐欺、税収と保険専門の弁護士になった。 1874年に彼はバーモント州チ点テのエディ兄弟アーサー・ギルバート・エディはメリー・ベイカー・エディの夫の高齢化を意識するようになった。その興味は講じてニューヨーク産紙からエディの園を調査しそれを記事にすることを許されるまでになった。彼の記事はニューヨークディリーグラフィック氏などの他の新聞なに影響を与えるほど人気を博した。 1874年に異世界からの人々を出版した。これが精神運動に関係する初期の著作となる。これらの記事を書いている1874年に彼はエディノーエンを訪れ、そこでヘレナ・ピー・ブラバツキーに会った。精神運動に関する興味とブラバツキーの出会いが精神哲学をより深めることとった。オルコットの仏教との正式な対話が アメリカ仏教徒との最初の対話と考えられている。彼は純粋で現象的な仏教としての成熟した信仰を書いたことがあるが、これは彼独特の仏教と言える。新地学協会を設立した最初の数年間、弁護士としての活動を続けるが、新宗教活動の財政的援助も与えている。1875年前半に彼は重要な霊媒師たちに、 有名なレバイ誌フローレンス・クックを具体化すると主張しているジェニーとネルソン・ホームズに対して詐欺の非難を調査するように頼まれた。ドイル九百二十六ボリューム一 pp 二百六十九から二百七十七千八百八十七年にオルコットから新地学協会日本支部の委任状を得た仏教活動家の平金蔵らの昇平で1889年に 来日し、仏教用語とキリスト教批判の演説を日本各地で行った。仏教復興機運が高まっていた日本仏教会が全面支援し大成功を収めるが、キリスト教と尾崎行動によるブラバツキーのゴシップ紹介や、マックス・ミューラーの新知学批判記事の訳出などによる第2回目の来日は三端たる結果に終わった。1874年以降、 ヘレナ・ピー・ブラバツキーと他の精神指導者の影響によって、オルコットの精神は深まっていき、新地学協会の基礎を作った。1875年、オルコット、ブラバツキーなどが新地学協会を立ち上げた。オルコットは最初の数年間この新地学協会の財政を援助し、新地学協会の初代の会長となった。この時、ブラバツキーは通信初期とされた。 1878年、ニューヨークを離れて、インドに本部を置いた。1879年2月16日、ムンバイに上陸した。オルコットは、彼の精神的指導者であるシャクソンの母国を体験するに至ったのである。新地学協会の本部をアディアールに置き、新地学協会、アディアールとした。彼はインドにおいて、当時植民地主義者が集めて、 有名になりつつある東洋の聖典を原点から翻訳するように努めていた。これはアメリカで見られるような西洋的な翻訳を排除し、仏教、ヒンドゥー教とゾロアスター教の文献の持つ本来の意味を発見しようとしたからである。オルコットの関心の中心は仏教だった。そしてスリランカでの仕事が有名になった。1880年5月16日、彼らは聖論、 現在のスリランカのコロンボに到着した。オルコットとヘレナ・ピーブラワツキーはアメリカにいる時から仏教徒と宣言していたが、5月25日に正式に仏教徒として認められた。この地に滞在中、西洋人の教育のために仏教の教義を編集し、宗教としての仏教をより理解するように努めていた。この時期に現在でも使われている仏教教義をこう。 1881年、法訳、仏教問答、ヘンリー・エス・オルコット著、原・ナルミ役が執筆された。新知学協会は、この地に、いくつかの仏教学校を設立した。そのうちで最も有名なのが、アーナンダ大学、ダルマラージャ大学、マリーアデーバ大学とマヒンダ大学である。彼の死後、ブラバツキーが貢献を務めたアニーベ・サントがこの、教会の管理者となった。 オルコットは、フッツキのデザインを企画する委員会の助言者として活躍した。ブラバツキーは、しばしば骨を埋めることになるロンドンに滞在していたが、オルコットは、インドに滞在し続け、そこで教会の活動に専念した。新地学協会における、オルコットの役割は、会長としてのものだが、アニーベさんとの就任は、新しい時代の幕開けでもあった。彼の死後、 アニーベさんとは次の会長に選ばれ、この運動の指導者として認められた。仏教問答、ヘンリー・エス・オルコットチョ、原成美役として、オルコット来日を機に翻訳が刊行された。1881年に、オルコットが編集した、仏教教義要項、仏教問答、ヘンリー・エス・オルコットチョ、原成美役は、スリランカにおける、 仏教復興に最も貢献したものの一つであり、現在でも使用されている。釈尊の生涯、法の教えと教団の役割といった、彼が仏教の基本的な教義と見たものをこの本に示している。さらに、釈尊の教えを現代社会にどのように適合させるかも扱っている。それゆえ、オルコットは南アジアや他の地域からも仏教復興者と考えられているのである。 オルコットの教義要項は、伝統的な仏教との教義を新しく、プロテスタント的な解釈を反映している。新知学者による、超自然を調査するための科学と、精神主義と科学の組み合わせは、宗教と理性を合併し、合理的に霊的な運動を起こそうとする社会の願望を反映していた。新知学協会における、このオカルト科学は、世界の大宗教すべての中にある。 真理を探そうとするときに使われた。オルコットとブラバッキーは彼らの研究からすべての宗教の中から重要とみなしたものの要素を最もよく含んでいるのが仏教だと結論付けた。オルコットは仏教の定示と西洋の科学的推論を利用した。このことは仏教と科学と題された仏教教理要校の章で明確に見て取れる。彼の努力は 東の仏教と西の科学的理解と推理を結合する最も早い試みの一つである。彼が仏教と科学の間で見た相互関係は、オーラ、催眠や仏教の奇跡などの超自然現象のための科学的元を見せるのと並行になっている。オルコットは1907年2月17日に死去するまで新地学協会の会長を務めた。コロンボの大通りである。 オルコットマワタガイは彼の名前に由来している。オルコットの像はマラダナに建てられている。彼が設立を助けた多くの学校や彼を記念して建てられた学校には彼の仏教教育に対する貢献を記念して像が建てられている。今日なお多くのスリランカ人が彼を愛情を込めて記憶している。彼の命日を世界中の新地学協会の人々が記憶しているように 今日のスリランカの日曜学校や仏教センターでも記憶されている。オルコット自身は自分がアジアの救世主であり、精神的な死から滅び行く、アタイ陸を救う劇の最後に対象するため外からの英雄と信じていた。セ論ロンにおける仏教復興への努力は成功したものであり、多くの現地の仏教エリートの影響を与えた。当時セ論ロンは、 植民地勢力に支配され影響を受けていた。多くの仏教徒が仏教と仏教の伝統を抑圧しようとする植民地主義者の努力をひっくり返すための努力に援助と社会的動機づけとして彼の釈尊の教えの翻訳を聞いた。彼はアーナガリカ・ダルマパーラなどのスリランカの指導者たちに影響を与えた。オルコットとアーナガリカ・ダルマパーラは仲間であり、 西洋に仏教を紹介したことに見られるように東洋と西洋の間の分水嶺を認識していた。オルコットは1893年シカゴで開催された世界宗教議会において仏教の発表を財政的に支援した。議会に仏教徒が含まれることは一般的に西洋で特にアメリカで仏教が拡大することを許し仏教の近代化運動を促進した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。